こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では12月のホリデーファッションということで、皆さんにですね、具体的なコーディネートを3つご紹介してみたいなというふうに思ってます。12月はですね、結構イベントが満載ですね。クリスマスがあったりだとか、年末年始のお休みがあったりですとか、割とですね、皆さんもお休みで休日着を楽しむような、そんなことが多いのかなと思ってます。そんな時にですね、僕ら大人世代ですね、30代40代はどんな着こなしをすればいいのか、ここに悩んでる方も少なくないかなと思うので、今回は具体的なコーディネートを皆さんにですね、3つご紹介してみたいなというふうに思ってます。今日ご紹介する3つのコーディネートさえ覚えておけば、あとはですね、皆さんなりに少しアレンジを加えるだけで着こなしのバリエーションをさらに広げることができるかなと思うので、ぜひですね、皆さんも最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説してます。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説は、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてます。だいたいですね、週3、4本ぐらいのペースで1回あたりですね、20分から30分ぐらいお話をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、一つ目の着こなしからご紹介したいなと思ってるんですが、一つ目、これはですね、結構綺麗めな雰囲気に振ってみたわけなんですが、12月はですね、クリスマスですとかいろんなイベントがあるので、ちょっと小綺麗な着こなしをして出かけるというのもすごくいいかなと思うので、今回はですね、こちらのロング丈のチェスターコートですね、こちらをメインにした着こなしを組んでみました。一番外側に着てるのはですね、これ去年のものなんですけども、グローバルワークで買った少しゆったりめのシルエットのチェスターコートになりますね。このようなトレンド感のあるようなコートを1枚羽織りながら、内側はですね、ちょっと綺麗めな雰囲気に振っているんですが、グリーンのニットですね、これは今季のユニクロのもので、先日の動画でもご紹介しましたが、ローゲージざっくり編みになっていまして、色味がね、すごく綺麗なんですね。深いグリーンで着こなしの中でちょっとした差し色になるので、これを使ってあげながら、その内側はですね、白のバンドカラーシャツですね。これもユニクロのですね、ちょっとオーバーサイズのものなんですが、そちらを重ね着してます。結構僕はこの重ね着が好きで、スタンドカラーとこのような丸首のニットっていうのは、重ねることでちょっと襟元から白い襟が見えたりだとか、あとはですね、その部分からですね、白いシャツを見せることができるので、着こなしに少し変化を持たせることができるので、ぜひこのレイヤーは楽しんでいただきたいなと思ってます。両方ともユニクロなんでね、ぜひ皆さん気軽に買えるので試していただきたいなと思ってます。そしてボトムスなんですが、これはですね、腰がゴムになっているようなリラックス感のあるようなパンツなんですが、生地はですね、よく見るとヘリンボン柄になっていまして、色はダークグレーですね。この雰囲気がすごく気に入ってるんですが、こちらは今季のグリーンレーベルのものですね。全身様々なブランドが使われているわけなんですが、このような綺麗めなスタイルというのは一つ持っておいて間違いがないかなと思います。ちなみに足元は見えてないんですが、全身がそんなに明るい色を使っていませんので、こういった白のシャツとリンクさせるという意味で、白系のレザースニーカーですね、アディダスのスーパースターを履いています。これはですね、去年エディフィスで買った別注版で、ちょっとですね、今は手に入らないんですが、こういった明るい色のスニーカーで差し色に使ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思ってます。基本はですね、かなりオーソドックスな着こなしになってまして、チェスターコートという綺麗めなコートを使いながら、適度にシャツをちょっとチラ見せしたいだとか、あとはですね、スニーカーとかそういったものでカジュアルさを足してあげてるわけなんですが、大切になるのはですね、サイズ感ですね。チェスターコート自体のサイズ感がかなりタイトだと、割とですね、大人の男性、40代、50代の方に似合いやすくなってまして、今僕が着てるような少しゆったりめのものになってくると、リラックス感も出ますし、特に30代ぐらいの男性にはですね、こういったトレンド感のあるようなチェスターコートが似合いやすいかなと思ってます。コートのサイズ感に関しては本当にですね、個人によって好き嫌いがあるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、どういったサイズが自分には適しているのかを考えながら着こなしを構成していただければなというふうに思ってます。個人的にはですね、こういったちょっと緩めのチェスターコートが好きなので、去年買ったグローバルワークのこちらのコートをすごくですね、重宝しているわけなんですが、様々なブランドからですね、こういったチェスターコート出てますので、ぜひ着比べながらですね、皆さんもこういった綺麗めなスタイル楽しんでいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、打って変わってかなりカジュアルな方向に振ってみました。
どうでしょうか。全然ですね、丈の長さが違うだけで雰囲気が変わるのがわかるかなと思ってます。まあ、一番上に着てるのは、こちらは先日もご紹介しましたグリーンレーベルとノースフェイスパープルレーベルとのコラボレーションのダウンカーディガンですね。これがね、やっぱりめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。まあ、これぐらいの時期になるとダウンが活躍するわけなんですが、本格的なダウンを出すにはまだちょっと早いかなと思ってまして、まあ、正直ですね、そういったダウンは1月2月に向けて温存しておきたいなと思うんですね。まあ、12月はちょっと重ね着してあげれば、こういったダウンカーディガンでも十分に過ごせるかなと思うので、こちらをメインにした着こなしを組んでみました。内側に着てるのはですね、こちらはパーカーですね。まあ、ちょっとですね、こういったダウンカーディガンって襟元がスッキリしているものが多いので、首元にボリューム感があるものを合わせてあげると意外とハマりがいいので、まあ、このようなフード付きのパーカーを合わせてみました。こちらは今季のビューティー&ユースのオリジナルのもので、個人的にはですね、このブラウンの色味がですね、すごく上品な感じがして好きなので、よく愛用しています。そしてその内側にはですね、モックネックのカットソーを着ています。首元を温めてあげると重ね着の際にもですね、ちょっとしたアクセントにもなりますし、実際にあったかいのですごく使い勝手がいいかなと思います。これはですね、ユニクロ U の名作と呼ばれるようなモックネックの T シャツで、皆さんも1枚は持っておくといいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、サイズ感はですね、僕は重ね着する際にはなんだかんだでジャストサイズがいいかなと思ってまして、首元のフィット感も含めてここにあまりゆとりを出さない方が収まりがいいかなと思うので、まあ、サイズはジャストサイズを選んでもらうとバランスがいいかなというふうに思ってます。そしてボトムスに関しては少しだけゆったりめのですね、ユニクロ U のレギュラーフィットテーパードパンツですね。もも周りには適度にゆとりがあるんですが、膝から下にかけてテーパードが効いているような、少しゆったりなんですが太すぎないようなシルエットのボトムスを今回は選んでいます。まあ、全身ちょっとスポーティーな感じになってるんですが、センタープレスの効いているパンツを履くことで少し綺麗めに振ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。で、足元なんですが、こういったカジュアルな着こなしに対してやっぱりですね、ニューバランスのスニーカー今旬なので合わせてあげるとバランスがいいかなと思ってます。僕が履いてるのは992というモデルですね。まあ、グレーのですね、ちょっとやぼったい感じとか、あとはベージュのこのパーカーの感じ、雰囲気がですね、結構リンクしてバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、このような形で、まあ、いろんな着こなしのバリエーションを持っておくとすごくいいかなと思ってるんですが、一つ目のようなチェスターコートを使った正統派な着こなしもありだと思いますし、もうちょっとラフにですね、気軽に遊べるようなこういった着丈の短いアウターというものもあるとすごく便利かなと思うので、この着こなしも皆さん参考にしていただければなというふうに思ってます。はい、続いてラスト3つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、秋コートであるステンカラーコートですね。こちらをベースとしながら、重ね着でなんとかですね、冬12月まで乗り切ろうというようなコーディネートを皆さんにご紹介できればなと思ってます。このユニクロ U のですね、ベージュと言いますか、まあ、ちょっとブラウンっぽい色味のコート、すごく今季はですね、気に入ってまして、僕自身も活用してるんですが、まあ、秋だけではなくて、重ね着をしてあげれば、まあ、12月まではなんとか着れるんじゃないのかなと思ってますので、ぜひ皆さんもですね、こちら、まあ、さすがに1月2月には寒いかなと思うので、12月までですね、使い切っていただきたいなというふうに思ってます。色味はですね、ちょっと明るめのアウターを持ってきてあげると、これまたですね、人との違いが出しやすくて、少しおしゃれに見えやすいかなというふうに思ってます。そしてその内側にはですね、重ね着ということで、まずはですね、ストライプのシャツですね。襟が見えるだけで少し綺麗めに見えるので、こういったストライプ系のシャツが1枚あると、意外とですね、着こなしのアクセントになるので、個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、ちなみにこのシャツはですね、僕が展開しているソーというブランドのオリジナルのシャツになってるんですが、今試作で作ってるものをですね、今回はたまたま着てみました。これからですね、発売する予定なので、まあ、気になる方はチェックしていただければなと思ってます。まあ、その上にはですね、カーディガンですね。これは今季のプラス J のカーディガンなんですけども、少し厚手になっていまして、シャツの上に着てあげるとすごくバランスがいいので、重ね着のパーツとしてはすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。そしてこのカーディガンの上にステンカラーコートという形で一応3層になってるんですが、これでも寒かったら一番内側にはヒートテックの極暖とかを着ていただければ、割と12月でもですね、このような着こなしを楽しんでいただけるかなと思ってます。
で、ボトムスなんですが、今度はですね、ダークグリーンのですね、ワークパンツですね。これも今季のプラチエのものなんですが、まあ、なかなかですね、こちらをご紹介している YouTuber さんってあんまり多くないという話があったんですけども、意外とですね、個人的には気に入っていまして、まあシルエットも少しゆったりめなんですね。このようなシルエットって通常のユニクロにはあまりなくてですね、やっぱり旬な雰囲気というのが出しやすいかなと思ってます。で、色もですね、ちょっとカーゴパンツのようなミリタリーライクなオリーブなんですけども、深みがあるので、すごくですね、大人っぽくて使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってます。このようなベージュ系とカーキという曖昧な色というのは、意外とですね、相性が良くて、そこに対してブラックのカーディガンで引き締めてあげると、意外とバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもこのパンツ、また在庫がちょっとあるかなと思うので、チェックしていただければなと思ってます。で、足元はですね、ちょっと明るさを出したかったので、同じく白レザースニーカー、一つ目と同じレザースニーカーですね。これを合わせています。まあ、こんな形で、秋コーデっぽいような形なんですが、重ね着でなんとか12月まで持っていくという感じも、意外とですね、使いやすいかなと思いますし、やはり着丈の長いコートというのは、結構ですね、綺麗な雰囲気も漂いやすいかなと思っていますので、一番最初のチェスターコートの着こなしが一番綺麗めな感じで、二番目に綺麗なのがこちらのベージュのステンカラーコートを使った着こなし、そして一番カジュアルなダウンカーディガンですね。これを使った着こなしと3パターンあるとですね、すごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では12月のホリデーファッションということで、具体的に3つのコーディネートを皆さんに解説させていただきました。まあ本当にですね、綺麗めな着こなしからカジュアルな着こなしまで様々なコーディネートを組んでみたわけなんですが、まあ、この3つだけではなくて、まあある程度アイテムさえ揃えてしまえば、あとはですね、ちょっとした工夫でコーディネートの幅はもうちょっと広げられるかなと思いますので、ぜひですね、今回のコーディネート一つの参考にしていただければなというふうに思ってます。今年のですね、冬ってちょっと暖かいかなという感じがありまして、通常であれば、ロング丈のコートだとか、ダウンだとか、そういったものをですね、12月にも活用することが多かったんですが、今年はなんだかんだで、ショート丈のブルゾンだとか、あとはシャツアウターだとか、そういったものもまだまだ使えるかなと思うので、本来であれば、秋に活躍するようなものをですね、重ね着で冬場で着るという着こなしも、ぜひ皆さんトライをしていただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。